シー。いやこれまたオーバーを誘発した中野のディフェンス、中野が持っていてブラックスが来たダンク、広島タイムアウトです。ただその中野のスリーポイントもありましたけれども、その中野ディフェンスでもやはりいいプレーというのが姿勢というのを見せていますね、うん、はい、ブルックスの勝負強さ、いや素晴らしいプレーですね、はい、北海道は期待したいところです。それに見事北海道としては2分で17点差と非常に苦しい展開ではあるんですが、得点というのは久しぶりだったので、これをきっかけにどう動くかですね、はい、葛原からブルックスのスリー来ました。アウトサイドからも積極的に得点を積み重ねています。今も山口選手、まあ、非常にいいアタックだったんですけど、はいはい、あそこでネパール選手が待ってるんですよね。そうですね、ブルックスのスリー今日1本目です。そしてロングブルックス、この時間入っています。決まる、いいですね、今日調子いいですね。20点差さあブルックス、インサイドでしっかりとダイブを見せています。もう一度いくか、自分でいった、ブルックス、ボスタンドダンク。ストレス抱えちゃってるかもしれないですね。そうですね、今度はブルックスか、3は来た、ようやく来た、今日1本目。77対72、秋田わずかにリードを広げました。さあ残り10秒を切りました。足元、さあどうする、ブルックスに預けてブルックスのディープ3来た、来ましたね、ということで、あ、小さく守ってますよね、おっと、ただターンオーバーになりました。ここでブルックスがダンクを決める。あの貢献度は素晴らしいものがありますね、ディフェンスに対する意識の高さ、またディフェンスで成長していると、サポヘッドコーチもその成長ぶりを口にしていました。しました。松田さん、1クォーターの印象いかがでしたか。そうですね、はい、本当に、まあ、あのお互いまずは強度の高い、さあ残り時間は第2クォーター 2.6 秒、キャラドのスローインからブルックス、スリーポイント狙ってくる、決めてきました。やり返しましたね、レモンブルックス、レモンブルックスも突破力があるダンクだ。ロング、おアロンソよく飛び込んだ、ゴールに対してのこの執着心、あ素晴らしいですね、今度のダンクはブルックス。ブルックス8本目が来るかどうか、さあなかなかこうなるといいオフェンスができないですからね、ブルックス3をタッショットを決めてきました。デモンブルックス、比江島4秒3秒テイクを使いながら、おおよく守った、北海道守った、14秒あります。橋本早く行く、ブルックス、さあその葛原、ここも自分で行くか、ブルックスに預けた、3ポイント来るか、来た、来ましたね、3本目。関野も今狙っていた寺園のボールカットを狙っていました。さあこのミスマッチになっているブルックスが遠目から2本連続、ここでいいタイミングでオフィシャルタイムアウトでしたね。このディープスリーですね、すごいですね、まあ、時間が、いやでもいいプレーでしたね、はい、よく見えてます。デモンブルックス、ブルックス豪快でした。アウトナンバーできてますから、なるほど、ブルックストップ1からワンハンドダンク、